フォアサイトはイギリス海軍の駆逐艦。F 級駆逐艦の一隻。第二次世界大戦時は総海底として活動したが、1942年のペデスタル作戦において航空機の攻撃により沈没した。フォアサイトは1933年7月21日にバーケンヘッドのキャメルレアード社で寄港した。1934年6月29日に浸水し、 1935年5月15日に収益する。1941年6月18日、スペイン製法で、姉妹艦、フォークナー、フィアレス、フォレスター、フォックスハウンドと共に、ドイツ潜水艦 U-138 を攻撃し、これを撃沈した。1942年4月6日にスカパフローを出港、P94 戦団を護衛し、 通常の紹介任務に向かった。24隻からなる船団のうち、16隻は、季節外れの氷と悪天候のため、アイスランドへの帰還を余儀なくされた。残りの船は、U ボートの攻撃を受け撃沈された。残った7隻の船と共に、フォアサイトは4月19日に、ムルマンスクに到着した。その後4月29日に出港、帰還する、QP11 船団の護衛を担当した。 4月30日、コラ半島から帰還途中、ドイツ潜水艦 U-456 が軽巡洋艦エディンバラの右舷に対して魚雷を命中させた。エディンバラは大きく傾いたものの沈没はしなかった。間もなく U-456 からの2発目の魚雷が完備部分に命中、操舵装置を破壊されたエディンバラは航行不能となった。ムルマンスクにされたが、 絶えず、ドイツ軍機の攻撃に悩まされた。5月2日、エディンバラは、ベア島沖で、ヘルマン・シェーマンを含む3隻のドイツ駆逐艦による攻撃を受け、火みなり。エディンバラは放棄され、上院は、フォアサイトをはじめとする随伴艦に救助された。フォアサイトは、エディンバラの海没処分を命じられ、来撃を行った。1942年8月に行われた。 マルタ島への補給作戦であるペデスタル作戦ではフォアサイトは総海底として活動していたがイタリア軍のサボヤマルケッティ SM-79 による来撃を受け完備部分を喪失した。駆逐艦ターターが到着、航行不能になったフォアサイトを栄光しようとしたが無駄に終わった。フォアサイトは乗員が退艦した後来撃により海没処分された。ありがとうございます。